姫神さんは、岩手県盛岡市玉山区にある独立峰で、標高 1123.8 メートルで、ピラミッド型押した山容が特徴である。歌人石川啄木は、この山麓の渋谷村で育ち、この山をこよなく愛したことで知られる。平安時代の初め頃、京の都には、鈴鹿山を根城にした鬼どもが出没し、悪事を働いていた。桓武天皇は、これを見かねて、坂の上田村麻呂に鬼を征伐することを命じた。田村麻呂が鬼を討伐するために、山中に分け入った折に、一人の神女に巡り合った。その神女は、立て星神女と称し、田村麻呂を見込んで、自ら進んで、彼の守護神となった。その時以来、神女は田村麻呂を守り、彼が戦うたびに、勝利をもたらしてくれた。その後、田村麻呂は、伊沢地方の蝦夷勢力を制圧し、ついで、芝地方の蝦夷勢力の掃討作戦にも勝利した。田村麻呂は、この時、この地の美しい山を見て、その神女を山頂に祀り、後に姫神さんと呼ばれるようになったという。この地方には、この姫神山を中心とし、西には岩手山、東には早池峰山があり、この三山をめぐっての伝説も伝えられている。岩手山の山容は荒々しく、姫神山の山容はなだらかであり、その山容から、岩手山を拝み、姫神山を女神とし、古くから多くの伝説が伝えられている。岩手山は南部富士とも呼ばれ、力持ちで男ぶりも良く、器量の良い働き者の姫神さんを妻とし、仲睦まじく暮らしていた。ところが、岩手山はいつしか美しい早池峰の女神に心を奪われるようになった。これを知った姫神さんは怒り、焼き餅を焼き、岩手山の不実を毎日なじった。それに耐えかねた岩手山は、理不尽にも姫神さんを追い出すことにした。岩手山は、宗仙山の神に、姫神をどこか見えないところへ連れて行け、と言いつけた。岩手山は、この地の神々の中では、動物も草木も川も山も、その命に背くことができないほど恐れられていた。宗仙は仕方なく姫神を説き伏せ遠くに連れて行こうとしたが、悲しみに暮れる姫神を東へと連れて行ったが、心進まぬ姫神の足はなかなか進まず、宗仙さんも同情しながらも、なんとか北上川を挟んで少し隔ててだけの場所に連れて行き、姫神さんを座らせた。
翌朝、岩手山が周りを見渡すと、東のあまり遠くないところに、まだ、姫神の山が裾を引いていた。岩手山は、これを見て怒り狂い、真っ赤な火を吹き、言いつけに背いた宗仙の首をはねてしまった。宗仙さんの山頂が平らなのはこのためと言われており、切られた首は、岩手山を睨みつけ、南の方へ飛んで行き、岩手山の稜線上の倉掛山になったという。これ以降、今でも、岩手山、姫神山、早知根山の三山が、同時に姿を現すことは滅多になく、岩手山が現れると、姫神山は、雲の中に姿を隠し、姫神山がくっきり見える日は、早知根山は姿を見せないという。また、姫神山に登る人は、その年は岩手山に登ってはならず、岩手山に登る人は、姫神山に登ってはならないという。